番号不明7450型は、かつて、日本国有鉄道の前身である、鉄道作業局、鉄道院、鉄道省に在籍した天田式蒸気機関車である。元は、鉄道作業局が1889年に、イギリスのキットソンで4両を製造した、車軸配置2から6から0型で2気筒単式の天田機関車である。当初の形式は、V 型。 番号は1301億3213万4136で、後に E2 型と称した。私鉄国有化を受けて1909年に実施された、鉄道員の車両形式称号規定では、7450型に改版された。同時期に輸入されたナスミス・ウィルソン製の W 型は、同系車であった。急行焙煎供用として導入されたもので、粘着重量を増すために、 天打機でありながら、側水槽を持っており、日本ではこのタイプの機関車の最初のものである。側水槽は運転室から第一動輪の直上まで達するもので、第二動輪上部から前は、弁装置の気候を避けるため、下半分が切り取られている。この側水槽の上円部だけでなく、切り取られた下円部にも丸みが付けられており、本形式の特徴となっている。淡水車は、 小型の二軸車である。東海道線の大津、京都間や大垣、舞原間といった郊外線区で使用され、後に直江津線、北陸線、舞鶴線に移った。最後は梅工事に集められて入れ替え用となっていたが、1924年7月に廃車された。保存されたもの、民間に払い下げられたものはない。ありがとうございます。